今回は、えー、青鬼をやっていきます。パートいくつだこれパート6か7ですかね。えー、やっていきますで。ちょっと攻略見てきたので、えー、スムーズに進めるとは思います。ちょっとフラグな感じがするけど。あ、この左回り、右回り気になるんだ。まあ、いいか。で、えー、っと、まずここですね。地下かな別館の地下で、あのー、皿の破片を使うところがあるらしいんですけど、 それがま,まずどこか分かんないな。積んだな。えああ、そういうことか、そういうことか。なんだ。これは、あれですよ。あのー、なんだっけ。えー、と、穴に落ちる。出会い頭に、なんだっけ。こう来て、すぐ、あのー、青鬼が穴から出てくるんですけど、それですね。その穴に落ちたんだ。びっくりしたな。ここ,こから来たのか。ああ、はいはいはい。で、上に上がって、扉があっていって。 これは、なんだっけな。え、すごいビビった、今。うん。あ、光った、光った。あ、危ない、危ない。えー、よいしょ。OK、OK、OK。ほまだ追ってくる、もう追ってくる。あ <laughs> びっくりした、もう。ランダム出現やめてくれ。<laughs> びっくりした、割と。びっくりしたな。なんだよ、もう。心臓が悪いですねもう。寿命がもう3年ぐらい縮まったな。 で、音量が多分ちっちゃいので、えー、っと、ね、小さめでいきます。小さめじゃないや、大きめでいきます。まず逆に、あれかなあの、鍵かかってるよね。どっか入れなかったっけここで、ああ、わかった。ここで、髪に違和感を感じるんだ。なぜか。で、アイテムを使うと。使用する。鋭利な割り方をしている。ほら、来たよ。冴えたよ。で、ここで、 青にが来てるじゃん。来てるじゃん。きて,て、え、積んだじゃん。積んだじゃん。じゃその詰め方やめてよ。詰めかつ。<laughs> なんですかね。ブルーベリー色の巨人だね。あれはどうすればいいんだうん、あのクローゼットの中に入るとかそこまで書いてなかったんですよね。書いてた見てなかった。もう斜めを見せてたのでね。 どこまで行ったっけここの2階ここ,この2階ここがね、あのー、なんだっけ何階だここ。セーブ。2階廊下か。で、2階のこう扉、奥の扉入って、えー、と、皿の破片使ったらセーブしよう、まず。で、ちょっとあのー、あれ使ってみよう。使用するで、セーブ。えー、こうですね。 戻戻る戻るとで入ってでギンギン入ればいいですね楽じゃん楽勝じゃんあえええっはいなんかクローゼット出たら大変なことになってんだけど入んないほ、ね、よかったんじゃないまあいいやサイコロ手に入れたサイコロ大好きですえー、っとかはぐっちゃグちゃやなどうしたのって えー、もう一回入ってみようか。変わらない。これで戻ったらなんか変、またより悪化してるとかだったら面白いんですけどね。まあそれは求めてないって言って。カメラマンがサボってるんだ。日球、日給制だからね、カメラマンね。えー、っと、日給カメ。これ回収してなかったっけな。じゃここでやられたらまずいんですけどね。端っこ行って、右行って、ここで。 即うん左行きすぎるのはまずいな。これル,ループ系男し。本当はループ苦手なんですけどね。まあいいや。うーん、しつこいな。よし。もういいんじゃないもういいんじゃないもういいんじゃないいいんじゃないオッケー。とりあえずセーブ変えた方がいいな。本当は確かね、どっかで 違うところセーブしといて、で、また回収しようかなと思ったんですけど、その、八百長じゃないけど、八百長とは言わないけど、あの、やり直しの動画を上げるのが、あの、好きじゃないというか、面倒ってわけじゃないんですけど。えー、っと、ダイスって意味だから、どこだっけ、ダイス。えー、下かなえーっと、あ、なんで行った方が早いか。これ。これだっけこれか。アイテム。 ダイスを当てはめると、ほい。で、なんかなるんですよね。えー、っと、スクリーンショットだめ <laughs> スクリーンショット見えないか ?1、2、3、4、5、6だとして、4、3、5、1、6、2。4、3、5、1、6、2。覚えられるかな ?4、3、5、1、6、2。4、3、5、1、6、2。あの、礼拝堂。 が、あれかなどっちだっけどこだ ?435162435162 ここじゃないかここでスイッチ押せるんだよね確かね違うっけあったあっただったね43ガキ国五5ちょっとカメラ516 間違えたらすみません。六二記憶力がないのでね。二はい。動いたじゃーん。で、セーブして。3? このとこにセーブしようかな。で、やっと進んだので、ちょっともう本当に、ぐだぐだで申し訳ない <laughs>。前回からずっともう、まあ、まあ最初からなんですけど。えー、っと、階段を降りると、同じとこ、あ、違うか。間違えたんだ。ねこれ。 バッチこれは鍵大きい鍵みたいなものですかね黒くてわかんないね。ちょっと明るさ変えますね。よいしょ。はい。こんな感じです。画面。お、いいね。最大限まで明るくしちゃうか。<laughs> う雰囲気すらない。眩しい。ちょっと下っていって。 えっとね、ヒロシが光ってるから、ちょっとそれだけ落とすか。はい。明暗。明暗。暗すぎるしね、これね。お,おろうそく。おぉ、逆に明かり落とせってことだね、これね。はい。えー、っとね、ごめんなさい。もっと落とします。カメラでちょっと調節して。うーん。特にないかなー。 しいけんね何これアイペースんでも嫌な音がしたけど、まあ、いっか。まあ、よくありますよね。カチャカチャって。うーん。<laughs> 慌ててる。すごい慌ててるってどうしよう。どうしようか。ろうそくを消すこピースまた当てはめたりもかなじゃあ。 なるほどね持ってくにはなんかあれかな生贄じゃないけどしないといけないのかな広告いいや。えー、青いピース。ほい。で、鍵が開くってことかと、どう取るあ、間違えた。どう取るな、これ。どう取る開くようになったから、ピースを取るにはなんか、本当に何開いた。時限爆弾あ、縄橋を置こうか。時 <laughs> 限爆弾投わけない、ね あれですよ、ね、あの、クイズ形式で答えてって、他の最初の問題1ポイントずつなのに、最後の問題だけ、最後の問題正解したら30ポイントです、みたいなことですよね。ちょっとそれやりすぎじゃないかな。えー、下って、下行って、ちょ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 ,ちょ、暗いんだよね。ろうそくなくない多分、あの、カメラとあんまり変わらない。暗さが。うーん、なんか、 あれかな明かりが必要なのかな行くには。うん。あれすめるすめる。わーすめるー進めてないすめてないか。下鍵がかかってる。なんだここで出たら最悪じゃん。逃げれないじゃん。ねえ。逃げましょう。左は特に何もないね。えー、っと、ピースで、暗い部屋 ロうそクつけたら明るくなった部屋。右はめっちゃ明るい部屋。なんかあれですね。違うピース入れるとこあるけど、なんか似たようなピースがあるのかなえー、こっち鍵かかってる。えっ積んでない積んでないまた積んだ。僕はもうこういう積みが好きじゃないな。<laughs> でもう積んだじゃんみたいなのが嫌ですね。 えー、また探索原因になるかな。えー、っと、どこでセーブしたか忘れたので、もう一回セーブ。4。どうすんだと。えー、っと、見てないんですよね。あの、皿の破片使って入るまでしか見てないので、わからない。これカーテン、他の閉まんない閉まんないもう。ダメしゃ。なるほどね。 三角。丸。×。あ、バツじゃない。四角。ヘキサゴン。俺、丸が好きかなって言って。あ、やるのしじゃん。<laughs> やるのしじゃん。まあ、丸ですね。なんかある。だから、何だっていうのはないよね。うん。ライターはつくアイテム。ライター使用する。 こ,こでは使えないじゃあ向こうで使おう。この暗い部屋でライターを使ったらどうですかねって。ライター。一マスしか見えないんで、これね。あの、ポポケモン。あ、言っちゃったよ <laughs>。けどあの、ポケモンでいうあのフラッシュですよね、本んに。なんですかね、これね。ライ、よし、ろうそく。ホラー系にあるよね、こういうのね。 鍵かかってる。でも鍵向こうにありそうだよえー、っと鉄格子の鍵みたいなのない使用する。ないかうんこっち入れないしなうん鍵鍵がないドライバーはある皿の範囲はつかないね縄,ばしごで下るか縄柱で下るか縄柱で縄柱でどっかを登れるか 可能性があると右明るい部屋、鍵かかってる、ここピース必要だけど、このピース外すと出られなくなる。ずんでない他の隠し要素だったらちょっと見つからないんですけどね。ちょっとわかる方、あの調べた方でもいいですので、ヒントか、えー、答えはいいか。ヒントもしよければくれると助かります。ここでこうしたらいいんじゃないとか、ここで、 見落としてんじゃないとか、これをこうすれば溶けるよとか、よかったら、それ答えたけど、お願いします。ちょっとわかんないわ。鍵か、ね、鍵がね、見つかっ、っあれ、これが欲しいんだけど、どうやって開けるの鉄格子。スイッチかなんかあんのかなわからん。ちょっとまた調べて解こうと思います。ちょっとね、あのー、まあ、ここら辺で、 終わるんですけど、なんか戻れないな。プニコン操作が初期位置で、じゃここで。ちょっとまた調べたり、まあ、他の人にもね、聞いて、ちょっとやってみたいと思います。えー、セーブして。はい。えー、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you!